ブパスが通ります。そして勝手に西原中を使ってくる。ここは打たない。藤田が狙った。決まった。ゴール。藤田の2点目。前半37分、ダイレクトでね打つかと思いきやね、タイミング外していいシュートでしたね。いやー、技ありでしたね。今シーズン初ゴール藤田。これ2年ぶりのゴールになりますね。藤田ここでね走ってきた池野も打つと思ったんですけどね。いやー、狙ってましたね、このサイドネット。いやー、ちゃんとゴールで見てますもんね、キーパーとね。ため息が出ますね。素晴らしいゴールシーン。